プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上直也31イコール大橋が全米ボクシング記者協会ブアーに選出されていた23年の年間最優秀選手賞 MVP= イコール正式名称シュガーレイ・ロビンソン賞の授賞式に出席した6日、日本時間7日 米ニューヨークで行われた授賞式を兼ねた夕食会出席した約200人の前で英語を交えたスピーチも行い、この先の自分のキャリアも楽しみにしていてください、などと挨拶した。ブアーのジョセフ・サントリ・キート会長からは年間最優秀選手賞の副賞として記念立てが贈られた。同会長によると、大理石を木枠に包んで制作される特注品で、約20ポンド、約97キロ。 の重さがあるまた19年のワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS 決勝のドネア戦が同年のブワー年間最高試合を受賞しておりその記念ベルトも手渡されたまたブワー会員の一人となる米朗保専門シザリングのダグラス・フィッシャー編集長からは同志の年間最優秀選手賞のベルト同志認定スーパーバンタム級王座ベルトの2本も贈られていた さらにダイヤモンドが散りばめられた高級時計など次々と MVP 副賞が贈呈されていたという。シュガー・レイ・ロビンソン賞枚朗婆専門シザリング編集長らコめ主要メディア記者たちで構成されるブワーカインの投票で決まる年間最優秀選手賞。レジェンドの元世界2階級制覇王者ロビンソンの名が付く。1938年から表彰が始まり、 初代王者は元世界ヘビー級王者ジャック・デンプシー、米国。3回の最多受賞はムハマド・アリ・ジョー・フレイジャー、フロイド・メイウェザー、シュガー・レイ・レナード、すべて米国、マニー・パッキャオ、フィリピン、の5人。2回受賞にはマイク・タイソン、米国、ラ。米国ボクシング記者協会、ブアー、1926年2月、米ニューヨーク・マンハッタンで設立。 米国ボクシングのジャーナリズム、観光誌、電子版含む、映像で最高の専門的および倫理的基準を育成し、スポーツをカバーする人々のためのより良い労働条件を促進ことを目的とした組織。プロのメディア組織で、ブロガーやファンは会員として認められていない。定期的に特定の報道機関に記事が掲載されているプロのジャーナリストで構成される。 年間表彰は1938年から開始、公式サイトでは、かなりの数の申請者が入会を認められていないとし、全米野球記者協会、ブワーなど他のプロライター組織によって維持されている組織と同じ基準の必要性を反映していると強調されている。